オルガン。オルガンは、加圧した空気を鍵盤で選択したパイプに送ることで、発音する鍵盤楽器であり、パイプオルガンとも呼ばれる。パイプオルガンに準じた鍵盤楽器である、リードオルガンや電子オルガンもオルガンの名で呼ばれる。オルガンは、鍵盤で操作される管楽器である。多数のパイプを発音体として備える。 一本のパイプに異なる音高を発生させることはなく、各パイプの音高は固定的であり、少なくとも鍵盤のすべての鍵に対応する数のパイプを持つ必要がある。また、基準音高や音色の違うパイプ群を複数備えていることが多く、その場合、ストップと呼ばれる機構によって発音するパイプ群を選択できるようにしている。パイプに機械的な仕組みで、 一定の空気を流して発音するために、一般の感覚器に比べて、強弱や音色の変化を微細に行うことはできない。そのため、例えばストラビンスキーは、呼吸をしない怪物と評したことがある。安定して持続する音と多彩な音色を持ち、これがオルガンならではの魅力となっている。また強弱表現は、ストップの切り替えや、複数の鍵盤の使い分け。 スウェルシャッターの使用などによって得られる他に、各音の持続時間の長短によって、心理的な音の強弱をもたらし、発音の収支速度を制御することで微妙な表現が可能である。日本では単にオルガンといった場合、学校などで使用されていた足踏み式のリードオルガンのことを意味する場合もあり、パイプによるオルガンのことは、あえて区別して、パイプオルガンと呼ぶことが多い。 一方、西欧の言語では、例えば A、オルガン、毒、オルゴール、フツ、オーグ、イ、オルガノ、西、オーガノとだけ言った場合には、一般に、パイプによるオルガンを指す。リードによるオルガンを指す場合は、A、リードオルガンなどと明治的に呼ぶ必要がある。なお、明治から昭和初期までの日本語では、オルガンの和訳、風琴が広く用いられた。なお、 日本語の風琴は講義ではアコーディオンも含む。ギリシャ語ローガンマアルファニューニュー、オルガノンとは本来は道具、機関のことを意味し演奏するための組織的道具という意味で楽器についてもこの言葉が適用されるようになった。後にこの言葉が各言語でのオルガンという単語になっていった。現在もオルガンの語義は機関、機関という意味である。 オルガンの起源は非常に古く、起源前数世紀からオルガンの原型にあたる楽器の存在が認められる。これらはパンの笛やシリンクスなどのように複数の笛を束ねて吹くもので中国や日本などの小も同族の楽器とみなされる。起源前264年にアレキサンドリアに住むクテシビオスが水力によって空気を送り込み、 手で弁を開閉させることによって音を出す楽器、水オルガン、ヒュドラウリスを制作しことが記録に残っている。水オルガンは青銅と木でできており、大理石でできた円筒状の基礎に載っていた。大理石の中には除水槽とピストンが備え付けてあり、圧縮空気を上部のパイプに送り出した。外見はパンパイプを機械化し、直立させたものに近い。これを アレキサンドリアのヘロンとローマ人建築家のウィトルウィウスが完了し、地中海地方に水オルガンは普及した。水オルガン奏者たちは演奏会で腕を競い始め、デルフォイの演奏会ではアンティパトロスという奏者が丸2日間休むことなく演奏を続けて栄光を勝ち取った。結婚式、競技場、先生就任式、晩餐会、 劇場などでも水オルガンが演奏された。水オルガンの奏者は女性が多かったが、剣闘士の試合などでは男性が演奏したことが分かっている。また、ネロ帝も水オルガンを好んで演奏した。水オルガンはローマ帝国の勢力が衰えるにつれて地中海地方では衰退したが、ビザンティン帝国では宮廷の儀式用に用いられ続けた。には皇帝、テオフィロスが 宝石が散りばめた黄金製オルガン2つと60個のブロンズ製のパイプを持つオルガン1つを作らせたとの記載がある。一方アラビアにも伝播して改良が重ねられていった。ギリシアのピエリア県のにはヘレニズム時代のトシディオンの古代遺跡が残り、同村にあるに出土した一世紀の水オルガンが展示されている。 ハンガリーの首都ブダペスト市内にある古代ローマ都市、アクインクム遺跡でも水オルガンが出土していて、復元品がアクインクム博物館に展示されている。紀元前1世紀初め、水オルガンとは、仕組みの異なる不意語によるオルガンが出現していることが確認されている。不意語を用いる改良は、オルガンにとって大きな進化となった。音を途切れさせないためには、 複数の不号を設置することでそれを防いでいた。9世紀にヨーロッパでオルガン製作が再び始まるようになった。当初は宗教とは特に関係はなかったが、13世紀には教会の楽器としても確立された。一方で世俗にも比較的小型の楽器が普及した。15世紀後半から16世紀のルネサンス時代には、 ストップの多様な組み合わせによって音色の変化が効果的に用いられるようになった。現在のほぼ全てのオルガンに採用されているスライダーチェストが発明されたのはこの時代で、スライダーを用いてストップを選択するという方式が定着していった。17世紀から18世紀前半のバロック時代はオルガン文化の前世紀にあたる。特に北ドイツでは、 神境が大オルガンを建造することを競い始めるようになり、巨大化が加速された。オルガン建造家として、現在も伝説の巨匠とされるアルプ・シュニットガーや、ジルバーマン兄弟もこの時代に活躍した。世間にも広まった時期で、信仰階級の部屋に置かれることもあった。19世紀から20世紀初頭には、多様な蜂の音色による、 公共学的な設計のオルガンが作られ、シンフォニックオルガンやロマンティックオルガンと呼ばれる。作曲家たちの間では、オルガンソロのための公共曲を書くことが流行したことからも、この時代のオルガンがどのような傾向を持っていたかが伺える。建造家としては、アリスティット・カバイエイ・コール・コルが特に有名である。20世紀にドイツに起こったオルガン運動によって、 古い時代のオルガンが見直されるようになり、バロック時代のオルガンを模倣したネオバロックオルガンが数多く作り出された。しかし当時は過去のオルガンに関する研究が不十分であり、歴史的オルガンの修復にあたって多くの過ちを犯した。現在は古い時代のオルガン建造技術が尊重され、歴史的楽器の本来の音に近づくために、 より慎重な修復や複製が行われるようになっている。主に教会やコンサートホールに設置される大オルガンの他に、小型の末置き型のポジティブオルガン、WEN ポジティブオルガンや、下半型のポルタティブオルガン、オルガネット、W インポートティブオルガン等がある。用途や設置場所を特に意図したい場合には、教会オルガン、コンサートオルガン、ハウスオルガン、 劇場オルガン、シアターオルガン、シネマオルガンなどの呼び方が使いれることもある。最後の三つは音楽鑑賞を主目的としないもので、録音、再生装置が広く出回る前の時代に劇場の効果音や雰囲気づくりに使用された。例えば、映画で音楽を奏するほか、蒸気機関車の蒸気や、汽笛の音、動物の鳴き声、爆発音まで。 様々な音をオルガンの多彩なストップを応用して模倣して出す。パイプはオルガンの発音の主体であり、主に鈴と鉛の合金や木材で作られる。一般に装飾を兼ねて全面に配置されるパイプよりも、はるかに多くのパイプがケース内部には配置されている。パイプの発音構造は大きく分けて2種類あり、それぞれフルー、カンとリード、カンと呼ばれる。フルカンは、 リコーダーと同じくタグチにより発音するもので、リード管はクラリネットと同様の一枚リードの構造で発音する。またパイプの太さや開管、閉管、半開管等の構造の違いにより多様な音色のパイプが存在する。鍵盤に対応した人揃いのパイプ列はそれぞれに名称が付けられ、ストップと呼ばれる選択機構によって仕様が選択される。また、 パイプ列自体をストップと呼ぶことも一般的である。パイプ列の音高はフィート率で示される。すなわち、標準の音高のパイプ列は8と表現され、それよりも1オクターブ高いあるいは低い音高のパイプ列はそれぞれ4、16となる。これは一般に、鍵盤の最低音である c 音のパイプの長さがおおよそ8フィートになることに基づいている。 一般に大規模なオルガンでは、パイプ群は、それぞれが独立した小オルガンとも言えるディビジョンに組織される。各、ディビジョンごとに鍵盤が設けられ、それによって、音色や音量の対比が可能となる。パイプ3種金属管木製管リード管。パイプは一つずつ風箱。A、ウィンドチェスト、毒、ウィンドレイド、フツ、サミア、イ、ソミエレと接続されている。 風箱の内部は一定の気圧に予圧されており、鍵盤が押された時に、ペン、パレットが開き、パイプに風を送り込む仕組みになっている。古い時代から現在まで、最も多く採用されている風箱構造は、トーンチャンネルチェストで、1音光ずつに分かれた、共通音光に異なる、管視のパイプが接続する。音光が共通する、異なる、が同一時に発音するので、 各艦種が融合し、音楽的に旋律線を明確に演奏できる構造となっている。ロマンティックオルガンの多くには、ストップチャンネルチェストが採用された。艦種ストップごとの溝に分かれ、共通溝に同一艦種のパイプが接続する。同一艦種へ供給する風が共通の溝を通るため、ロマンティックオルガン特有の個々のネイルごとに溶け合った、響きとなる。 風場への空気の供給は19世紀中頃までは人力による不意語によって行われた。小型のオルガンでは演奏者自身が不意語を操作するものもあるが、より大型のオルガンでは演奏者の他に不意語で必要とした。19世紀後半から人力に変えて蒸気機関などを用いることが行われ、20世紀に入る頃から電力式の送風装置が登場して、 非常に大きな風圧も容易に得られるようになった。しかし20世紀末からは伝統的な送風機構の音楽的な価値が見直されるようになり、電力による送風に加えて手動の不意語による送風が可能なものも作られている。スウェルは連続的な音量の変化を得るためにパイプ群を箱、スウェルボックスに収め、可動式の鎧ドスウェルシャッターを設けたものである。 演奏者がペダルを操作することによって、シャッターが開閉し、音量の変化が得られる。シャッターの各盤は、かつては水平に設置されていたが、動作にかかる負荷が大きいため、現在では垂直に設置されることが多い。キーアクションは、鍵盤の動きによって風箱のパレットを開閉するための仕組みである。トラッカーアクションは、鍵盤とパレットが、 機械的に直接結合しているものであり、古くから存在する最も基本的なものである。鍵盤の動きが直接パレットを動かすため微細なニュアンスの表現が可能である。また、風圧によってキーを押した時に独特の抵抗感を持つ感触が得られ、これが演奏者と楽器の結びつきを強める。これらの長所から現代でもトラッカーアクションは広く使用されている。 バーカーレバーアクションは空気圧のモーターを用いて鍵盤操作に要する力を軽減したものである。一般に大オルガンなどに組み込まれた装置で中小規模のオルガンでは使われない。19世紀初頭のオルガンは高い風圧のために鍵盤が非常に重くなりオルガン操作に過大な負担を強いていた。バーカー、チャールズ・スパックマン・バーカー、映画1832年にバーカーレバーを 発明、1839年、フランスで特許を得た。カバイエイコールコルは、この発明を自身設計のオルガに、大々的に組み込んだ。バーカー・レバー・アクションは、トラッカー・アクションに近いキーの感触を持つが、パレットを開閉する速度の制御はできない。19世紀後半には、ニューマティック・アクションが開発された。これは、直接的な結合をすべて空気で置き換えたもので、 演奏台をパイプから離れた位置に置くこともできる。しかしトラッカーアクションの持っていた感触はなく、しばしば反応が鈍い。エレクトリックアクションは電磁石を利用してパレットを開閉するものである。鍵盤と風箱の間は電線で繋がれるので演奏台の配置は完全に自由である。電気の伝達速度は瞬間的であるが、アクションの作動速度は 開閉機構の品質により必ずしも瞬間的な反応を示すわけではない。鍵盤は単なる電気スイッチであるがトラッカーアクションに似せた感触が作られることもある。ローラーボードはトラッカーアクションでキーの上下の動きを横方向に伝達するための機構である。キーの上下動でパレットを開閉するためには鍵盤の各キーの直上に 各パイプが配置されるのが理想であるが、多くのオルガンでは、パイプとキーの位置が一致しないため必要となる。歴史的には600年以上も前、ゴシック時代のオルガンに、すでに導入されていた。ポジティフなどの小型オルガンでは、鍵盤とパイプの配置のズレがあまりなく、ローラーボードを設置しないオルガンもある。演奏台、コンソール、は、演奏者が操作する部分で、 発音のトリガーとなる手鍵盤と足鍵盤及び音色を選択するストップが基本的要素となる。また現代のオルガンではメモリにストップのコンビネーションを記憶させられるものもあり、これを操作するボタン類が備え付けられている。背後の指揮者やコンサートマスターを指認することができるよう、譜面台の上部に鏡やモニターテレビが備えられていることもある。 小オルガンの集合体である大オルガンは、それぞれの小オルガンに対応した鍵盤があり、何段もの手鍵盤が備え付けられることが多い。鍵盤は、下から数えて第1鍵盤、第2鍵盤、第3鍵盤と数えていく。現代の楽器では3段備えたものが多く、それ以上ある場合には、3段の基本的なセットの上部に追加されていく。4から5段が大オルガンとして、 一般的に見かける上限であり、それ以上のものは例外的である。通常は主鍵盤が三段の中央に位置しており、下から順にポジティブ鍵盤・主鍵盤・スウェル鍵盤と配置されているが、フランス式では再下段が主鍵盤とされていることが多い。多くのオルガンは手鍵盤に加え足鍵盤、ペダル鍵盤、を備える。足鍵盤のための独立したパイプ群を持たない。 プルダウン型のものもある。足鍵盤の鍵数や形状は歴史的には多様である。形状にはボタンやピストンのようなものもある。現代も見られる多くの足鍵盤では鍵数30か32で落ち着いている。スウェルシャッターを開閉することによって強弱を発生させるためのペダル。古くは足鍵盤奥にわずかに設けられたスペースに 現代ではその多くが足鍵盤の上部に設けられている。当初は右足で操作されるように設計されたため、現在でも中央より右側に設置されているが、実際的には足鍵盤の演奏中に空いている方の足によって操作されるため、どちらの足で操作するとも限らない。左足で操作する際には多少の苦労を伴うこととなる。スウェルシャッターの効果は、 楽器によってまちまちであり、完全に閉じてもあまり音が小さくならないものもあるので、奏者は楽器の特性を知っておかねばならない。特に、多くの場合には、開き始めにその効果が非常に大きく、半分以上開いてからは、あまりその変化は感じられない。そのため、半分までの開き、具合を知ることが、スウェルペダルを扱う上で重要な点となる。アメリカ・イギリス式のものは、 奥を踏むと、スウェルシャッターが開いて、音が大きくなるが、ヨーロッパ諸国では、その逆のものも多く見られるため、奏者は最初に確認しておく必要がある。また、スウェルシャッターを閉じたままにしておくと、スウェルボックス内に空気が停滞して、サビの発生などで楽器を痛めるため、演奏後は、スウェルペダルは全開にしておくことが望ましい。スウェルシャッターによらない。 強弱方法であり、このペダルを操作すると、徐々にストップ数を足していくことができ、最終的にはトゥッティに至る。多くの場合には、スウェルペダルと併設されている。ストップが増えることにより、段階がついてしまい、スウェルペダルほど滑らかな強弱がつかないが、これによる強弱の幅は、非常に大きい。クレッシェンドペダルで用いるストップの追加順序や、組み合わせは、 設計時に決められてしまい、これが表現上の制限となっていたが、現代では記憶装置を併用して奏者がストップの組み合わせや追加順序を作成することができるものもある。ピアノが19世紀末頃におおよそ現在の形となり、20世紀に相当程度に標準化が進んだのに、対し、オルガンの規格化は非常に遅れていた。現在では多くの新しいオルガンが、 国際的な規格にのっとって設計されており、奏者はより演奏しやすくなった。しかし、小さな建造家やメーカーは、それに沿わないオルガンを製造し続けており、古いオルガンも数多く現存するため、オルガニストは、どのようなオルガンにでも適応する能力が求められる。一般的に見られるものは、以下のブード規格、ドイツというよりも、実質的には、 ヨーロッパ規格かアゴを規格かによっている。フルー管の調律は、閉管の場合は、蓋の上下によって調整する。金属製の開管の場合は、あらかじめ長めに作り開口部を帯状に切り替えて巻き取ることで、パイプの実行長を調整したり、あるいは短めに作り上部に筒を巻いてスライドさせることで調律する。そのような仕組みがない場合は、チューニングコーンを用いて、 パイプの開口部を変形させることで調律する。開口部を広げることでピッチを上げ、狭めることでピッチを下げる。木製の開管の場合は、長めに作った上で切り込みを入れ、そこにスライド式の調整部を設けたり、短めに作り開口部に金属製の蓋を取り付けて、開口量を調節することで調律する。リード管の調律は、リードの振動調を調節することで行う。 オルガンは原理的には感覚器であり気温による音速の変化によってピッチの変動が生じるしかしオルガンの調律は容易には行えないので空調の設備の整わない境界のオルガンとの合奏では台が生じることがある気温の変化でオルガンのピッチが数ヘルツ上下することは十分にあり得ることだからである気温によるピッチの変化は同じストップであれば 同じ比率で現れるので、独創の範囲では火星に影響するわけではない。それでもリード感とフルー感では差が出るので、フルー感に合わせるためにリード感を一斉に調律する仕組みを持つものもある。フリーリードを用いた楽器の総称、ハーモニウム、アコーディオン、コンセルティーナ、鍵盤ハーモニカ、ハーモニカなどがある。フリーリードを持つ楽器の多くは19世紀以降に、 発明された新しい楽器であるが、ーは歴史の古いフリーリードによる管楽器。フリーリード、自由リード、自由、コートは、各国語では、英語、フリーリード、フリーリード、独語、ダーチシュラガンドズンゲ、ドゥアヒシュラーゲンデツンゲ、アインシャラガンドズンゲ、アインシュラーゲンデツンゲ、フライシュウィンド、フライシュビィンゲンデ、フツゴ、アンケイリーブル、アンシュリーブル、イゴ、 エインシャリブラ、アンチャリブラなどと称し、これは弾力性の高い金属片、稀に竹製が風で振動させられる発音体を指す。穴の開いた平板に穴を開けておき、フリーリードの端を穴の脇に固定して並べておき、穴の反対側から空気を送り込むか吸い出すかによって音は生み出される。一般的にはリードを固定している響き板をリードに表面振動させて、 音量を確保しているバイオリンの銅と同じ効果。スウェル、フルオルガン、グランジュエクスプレッションなど各種の増幅装置がある。稀にクオリファイングチューブ、特許ありと呼ばれる共鳴感を備えるタイプがある。パイプによる発音体を作るよりもずっと簡単で丈夫でオートも狂う心配はなく、工場による大量生産も簡単でコストを非常に抑えることができ。 鍵盤楽器としては小型で場所を取らないことから、大衆向けの安価な楽器として広く、一般に浸透した。ただし本格的なリード列を持つハーモニウム類の場合、もし現在同じものを作るとしたら、価格面ではパイプオルガンに匹敵するほどになる。リードの材質の厚さ、長さ、比重、弾力性などによって音の工程は決まる。音色は、リードの長さと幅の比率や、 リードの材質の比重と弾力などによっても決まる。リードの微妙な曲げ方、形状によっても音色を変えている。ただし、ストップごとの大きな音色変化は、パイプオルガンと同様で、主にフィート率によって支配される。2枚のリードの調律を少しずらして、セレステ効果を出すストップもある。英語、リードオルガン、ハーモニウム、独語、ハルモニウム、仏語、ハーモニウム、異語、 アーモニアム足踏み式の不意語が風力源となり、手鍵盤を押すことによって発音させるべき、フリーリードを選択して、風を解放させ演奏する、この末置き型のオルガンは大きく分けて2種ある。吸気式不意語によるものと、吐き気,気式不意語によるもので、北アメリカでは、吸気式をリードオルガン、吐き気,気式をハーモニウムと呼んで区別してきた。ヨーロッパ諸国ではどちらも区別なく、 一律に、ハーモニウムと呼ぶ。イーリーン、エオリーネという楽器が、ベルンハルト・イッシェンバッハとそのいとこのヨハン・カズパー、シュリンバッハによって1810年に発明された。また、ファス・ハーモニカ、フィズ・ハルモニカという楽器が、アントン・ハックルによって1821年に、ウィンで特許取得された。また、アメリカでは、グッドリッチが最初のハルモニウム、 ハーモニウムを1810年頃に作った。同じ頃、フランスのガブリエル・ジョゼフ・グルニエが、オーグ・エクスプレッシフ、オルグ・エクスプレッシフを作った。後に、世界的なパイプオルガン建造家として、伝説的な偉人となった、カバイエイコール・コルは、室内楽向けの素晴らしく完成された、芸術的楽器を生み出し、これを、ポイキローグ、ポイキローズ、多彩な、芸術的な、オーグ、 オルガンと呼んだ。フランクもこのための数多くの作品を作曲し、サン・サーンスやリーストも作曲している。フランスのアレクサンドル・フランソワ・ドゥバンにより、ハルモニウム、アルモニウムという名称で1842年に特許取得されたのがその最初の定義となっており、それは吐き景色によっていた。バッシュマンが1836年により簡単な旧景色を考案した。 しかし、ヨーロッパではそれは、まだ可能でなかった。旧機式の開発は、1860年代からアメリカで進められた。その結果、それが可能になったのは、ジェームズ・カハートの発明によるものとされている。後に、アメリカのメイソンハムリン社が1861年に、パリの万博に、旧機式のものを出展したとされている。万博には、各社が毎回出品し、 その際の自称メダリオンを鍵盤の上のストップボードにほこらげにプリントする習慣が見られた。この習慣を日本のヤマハも内国官僚博覧会にて踏襲していた。リードオルガンは19世紀後半に人気高い楽器として広くもてはやされており、それは米国でも家庭的な娯楽として一般的だった。それはピアノよりずっと安価で調律は安定しており、 より軽量で運搬しやすく、そして、19世紀には普遍的に使用された、馬車、蒸気機関車牽引の列車でガタゴと揺られて、出荷されても大丈夫と、う特徴が重宝されてきた。また、これらは米国で使用され、そこでは、リードオルガンが、パイプオルガンの代わりに、回収の歌の伴奏に広く使用されることとなった。この楽器の基本的な特徴は、微妙な強弱表現ができ、 小型である点にあった。その結果、パイプオルガンとは違い、当時没興していた、多少裕福な市民のサロンやパーラー、応接室、アメリカ、カナダ、アフリカ、中国、インド、日本などの開拓伝道辺境の小協会にもオルガンを備えるという、具体的なニーズに応えたことがあった。1900年代前半のピアノ生産技術の進歩によって、ピアノは、 より手頃になった結果、リードオルガンの人気は急激に低迷した。リードオルガンがピアノにとって変わられた。他の理由は、神聖なパイプオルガンの代用だったことと、世俗的な家庭用オルガンの間に揺れ動く曖昧な、その立場にあり、またリードオルガンのための独創的な作品が不足していたということが挙げられ。なお、実際には多くの作品があったが、20世紀中頃か,から、 ピアノ作品に駆逐さされれて演奏ななくなった。日本ではリードオルガン、足踏みオルガンと呼ぶのが一般的で、以前は単純にオルガンというと、この種の楽器を第一義的に指していた。その歴史的背景として、明治期から昭和期にかけて、宣教師が外国製リードオルガンを持ち込み、宣教活動に使用したことと、明治期から昭和期にかけて、 国産リードオルガンが100万台を上回る台、製造され、消化教育の中で直接的に音楽普及に貢献したことがある。蓄音機やラジオが家庭に普及する以前、すでに公教育の中でリードオルガン導入が進み、全国の尋常小学校で児童への消化教育が成功していた。明治期に普及したのは安価な39件、49件の小型で、大正時代には ストップ付きも珍しくなくなった。高級型のリードオルガンは16フィートストップや4フィート、2フィート、セレステア、フルオルガン、スウェルも備え、主に市販学校、音楽学校などに納入された。少数ではあるが、ペダル鍵盤付きも、音楽学校などに納入されていた。主なメーカーは、明治期に、長尾吉蔵の長尾オルガン、西川虎吉の西川オルガン、後に、 日本楽器横浜工場、ヤマハトラックスの木のヤマハオルガン、日本楽器製造、浜松工場、池内神三郎の池内オルガン、あとに、東洋楽器製造、辰野市、石原久之助の石原オルガン、松本新吉の松本オルガン、東京月島工場など、昭和期になって、河合小市の河合オルガン、名古屋の山下オルガンなどがあった。 太平洋戦争の後にも多数の楽器会社がリードオルガン製造を手掛けた。楽器会社が製造して、相手、先ブランドで、加減メーカー、デパートやミシン会社までもがリードオルガンを販売していた。リードオルガンの製造、販売が日本の楽器製造産業の基礎を築いた。またこの楽器のために多くの楽譜が出版、販売された。代表的な島崎やカ太郎編。 オルガン教則本は昭和11年に146版を重ねている。国民歌謡を、ヤシのミを作曲した大中トラジはリードオルガン用の芸術的な曲を数多く作曲している。他に中田明、清香秀三郎、草川信夫、真シノ、ト夫、奥田光天、秋元道夫らがリードオルガン用の練習曲集などを発表、リードオルガンの教育。 普及に貢献した。アコーディオンは、オルガンの仕組みを様々に取り込んでおり、高級なものは、ストップの切り替え、組み合わせにより音色を多様に変化させることができる。アコーディオンの音色は、パイプオルガンでの点音ストップによる響きによっている。手回しオルガン、独語、ストリートオーガンドラホーグル、仏語、オーグデバーバリ、異語、オルガンノデバーバー、大ネとは、 ピンの出た円筒に接続されたハンドルを手で回し、円筒に隣接した鍵盤をピンで押さえる仕組みの自動オルガン。ストリートオルガンの別名の通り、大道芸などで使われるのに適するよう、首や肩からベルトで吊るせるくらいの大きさの箱に収まっているが、発音機構としてはパイプオルガンである。近年では、ジェルジリゲティが自動化された、この楽器のために作品を編曲している。 明治時代の日本では和室でも演奏しやすいように改良した紙空ごとが開発された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。